とんだ世話をかけたな。いいえ。だけど病院とかに運ばなくていいの？大丈夫。見てくれはやさ男だが、頑丈にできているのさ。あれはさらわれたのはおじいさんの娘さんですか？ああ。すぐに助けに行くだっち。助けに行くと言ってもな、大事な人質だ。そう手荒な扱いはせんだろ。娘が誘拐されたってのに随分とのんきなじじいね。し、聞こえるだっちよ。平気よ、どうせ耳も遠いに決まってるんだから。わしはまだ猛録しとらんよ、お嬢ちゃん。あらやだ。おお、大丈夫か？はい、ご心配をおかけしました。親方様、この方々は？お前をここへ運んできてくれたお人たちだ。そうでしたか。助けていただき、かたじけない。そんな、いいです、気にしないでください。それより、さっきは死んだかと思ったぜ。はあ。こっから先は面倒事だ。お前様方は関わらないで旅を続けてくだされ。それなんだけど、あんたはさ、娘が誘拐される心当たりも犯人のことも分かってるみたいじゃん。その通りだ。さればさ、つまらぬ揉め事に首を突っ込みなさんな。ところがそうもいかないんです。ん？どういうことだね。俺の相棒、相棒つっても狼なんだけど、そいつが車を追っかけていっちゃった。ポチのことですか？ポチ？そう、それそれ。ブランカでしょ。あの狼は昨夜も私たちを助けてくれたんです。つうことで、俺たちとしても放っておけないんだよ。ポチ！ブランカ！これはお嬢様の。やつらのアジトを突き止めたんだな。これで決まりってわけだ。では手を貸してもらおうか。はい。